わかんない。皆さんわかりました この動画で何回これ言うんだろう。皆さんわかりました。あ、火ついたよ。それはいいか。エッグどこ？エッグ。エッグ見つからない。エッグエッグ。そう、どこだ。え？あ、そうそうそう。思い出した。これね、こうやってオブジェクトをクリックすると中見えるんですよ。こういうパターンもある。はい、どうも皆さん、こんにちは。シャオリンゴと言います。Nintendo Switch はすべてダウンロードタイトル中心にポイント実況しております。YouTube のチャンネル登録、よければお願いいたします。それじゃあ今日はですね、ヒドゥンスルータイムってゲームをやっていきましょう。よろしくお願いします。本作なんですが、平たく言ってしまえば、デジタルゲーム版のですね、ウォーリーを探せみたいなもんかなと思います。キャラクターがね、無数にわらわらといるんですが、指示されたね、物とか人を見つける、そんなゲームです。あとはですね、すごい特徴的なのが、オンラインでですね、この自分でマップ作ることできて、それを公開してやってもらうことができるっていうね、マップ作成機能がついております。まあそんな感じなんですが、結構値段も手軽だったし、まあこういったジャンルってあるようであんまないよなと思うので、ちょっと、ね、気になっておりました。じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。まあちょっと違うけど、少し前とか僕もネットでね、名もなき、なんか物探しゲームとかやってね、めっちゃ目痛くなったりしたこととかありましたね。まあ、そんな感じですが、据え置きのハードでこういうのやるのは初めてかなと思います。ちなみに今の小学生とかもウォーリーを探せやるんですか？まあ本屋さんじゃねえな、図書館にはきっとあるよね。でも図書館もそんなに行かないかみんな。難しいな。今時の小学生よくわかんない。はい、行きまーす。まあ、こんな感じで、人がたくさんいるんで、ま、探すものを探すのかなと思いますが、やっていきましょうか。マップエイテムもありますね。はい。で、バイキングストーリー、日本の伝説メインストーリー。あ、ここら辺は DLC なんだ。面白かったらやってねって感じかな。じゃあ行きます。じゃあ最初、石器時代から。これはなんだ？なんか、どんどん時代過ぎてって現代に近づいていくのかな。ちょっと胸厚ですね。いきます。ん？ああ、違う。あれは日本のマップか。別だよね。じゃあ、ティラノサウルスが来ます。心してもしましょう。お、この匂い嗅ぎつけたのか。これズームとかないの？とりあえず、お肉か。ちょっと隠れてるようなこともあるんですけど、これだよね。来た来た。で、あと、槍。お、これはウォーリーを探せだな。ウォーリー以外のものを見つけてね、みたいなやつがさ、ありますよね。クリックはあんま良くなかったってさ。卵あと。卵え、ちょっと待って、手やりはこれじゃないの？ちょっと待って、手やりこれじゃん？クリックの感度。もう。で、エッグでしょ？卵でしょ？卵なんかどこにあるの？わかんない。皆さんわかりました。この動画で何回これ言うんだろう。皆さんわかりました。あ、火ついたよ。それはいいか。エッグどこ？エッグ。エッグ見つからない。エッグエッグ。くそ、どこだ。え？あ、そうそうそう。思い出した。これね、こうやってオブジェクトをクリックすると中見えるんですよ。こういうパターンもある。へえ、じゃあ行こうか。まあ自分でちょっとやっといてさ、これ、障害動画見とかなかったらさ、テントの中探すか一生わかんなかったと思うんだよな。はい、じゃあ行きます。なんだよ、これ。実況としてね、この例えにくいものを出さないでほしいとは思うんだが。ズームとかはないよね。もっか。ネズミだ。お邪魔しまーす。あ、これはいいんじゃないか。違う違う、お前じゃない。違うの。クリック回数の制限とかあるじゃん。あ、いや、ないか。ん？いや、あるか。ちょっと待って。いや、とりあえず。ネズミ。あとは若干探してるのと似てるパターンがある。矢とかあるんだけど似ててちょっと違うな。わ、これ頭痛くなってくるね。あ、これあった。オッケー。これはノルマなのかな。まあ、どうせだからなんかちょっと探したいよね。矢とかどこにある？これは、これじゃないよね。間違うと。反発の矢か。
対これ 見つけてる人もいるんだろうな。どうしよう。これは結構ね、タッチの感動というか、クリックすべき感動は多少難しいといえば難しいかな。これは刺さっているなと思ったけど違うんだ。似てるものが多すぎるこの世界。どうしようかな。あ、ここら辺とか許されます。あ、見つけた。むずっあ、これすごいな。皆さん思い出してほしいんですけど、ウォーリーを探せにも、言えば、簡単なやつと高難易度版あったじゃないですか。これ高難易度版ぐらいむちゃくちゃだな。で、これってもしかしてさ、見つけた。ああ。なんかちょっと理不尽さも感じるな。でもまあ、物探しゲームなんていうのは楽じゃねえんだぞっていう心意気は感じますね。なかなか。さあ行きましょうか。へえ、結構難しいところもあるな。あ、人が増えた。へえ、めっちゃ増えたな。一匹狼を見つければいいやしでーす。なんかちょっとチラチラしてるんだよね、ここら辺ね。まあ、オブジェクトのなんか影にいたりすることがあるね。あ、いたいたいた。まあ、なんでしょうかね。まあ、デジタルゲームということで、こういった、まあ、チラチラしてたりするのが可愛かったりするかな。いたね。じゃあ、順次見つけていくか。何かよくわからんのがある。しかし、足のあるテイストだな。下のこの、わかります?今、この真下にあるカメレオンと思われしきものとか可愛すぎますよね。誰が描いたんだろう。すごいな、でも。これは?あ!これは草なんだな。いやー、すげえ。何を見つけていくべきかということで、目がかなりおかしくなりそうですが。長老さんみたいにもいるよね。なんだ、この世界。とりあえずお邪魔しようか。あ!変な鳥。草ないで。変な鳥の像を。なんかありそうなものと。開けてくね。この最長老様みたいなのは見つけやすそうで、いないな。カタツムリ?これさ、指示されてるものはダブっちゃいけないはずだから多分ないんだよね。同じもの2個ないと考えると、なんかすげえ不思議な気分だよな。あ、いたいたいた。村長さんみたいな人を、カタツムリとかいます?結構いっそう。まあ多分ここら辺に隠れているものはあるとは思うんだが。いや、カメレオンとかもうちょっと見つかるかなと思ったけど、多分どっかに隠れてんだろうな。まさしく保護色ですよね。これ生放送とかで言ったらさ、あ、僕見つけました合戦とか言えそうだよね。教えた教えないだな、うん。いろんな言葉が飛び交うだろうなって思って、割と面白いと思う。でもね、あー、ゲームとしていい難易度してますね。骨とかでもいいんだけど、なんかないかな。カタツムリとかでもいいんだけど。お?これは違う。さすがに違うものは違うって言ってくれますね。あ、これいいぞ。あった。この中にいると思うけど、え、みんな同じじゃない?この、あ、この人でいいの?ちょっと違わない?ってか、みんな同じじゃない?まあいいか。あとは、なんか、すごいものしか残っていない。カタツムリさんと、あ、いや、あ、これじゃない?いたいた。ずる。すごいな。これなんすか?あとはね、動物の頭蓋骨みたいなやつがあると思うけど、骨とかに隠れてんのかな。カメラもまだ見つかんないのか。え、ここら辺クリックするとかある?
ずるいかな。あとは、そうだな。あの単体で見続けるとダメだね。本当に。葉っぱを隠すなら森の中じゃないんですけど、めちゃくちゃ周りと一体化してるようなこともあるんで、ぱっと見分からん時もある。お互い適当に押すのもいいでしょうね。あと3つやな。まあ次のマップは行けます。行ければ行きします。あまり深く悩み込まないのも、こんなステージがめちゃくちゃあると考えるといいかなと思う。ちょっと待ってね。あと20秒だけ考える。あ、こいつは。ええこれは違った。まあ、違うもん。これか違うか。ちょっとね、さすがに全部クリアなんてしとったら頭おかしくつけるんで。よし、ちょっと次のマップ行くわ。まあ、紹介も兼ねていろいろやりたいんだけど。一応ノルマ達成すればいけます。はい、彫刻コンテストかな。さあ、なるほど。おお、めっちゃ折ってるね、みんなね。必須級で見つけなきゃいけないのは、あ、なんか別な人見つかった。あとはね、髪の、あ、ごめんなさい。え、あ、そっか、服が違うのか。うわぁ、みんな同じ顔してる。この人か。みんな同じだろ。違うと。お、え、壊れちゃった。壊れていいんだ。ああ、こういう、まあ、タッチできるの面白いですね。探してる人は、パンツが三角で、頭、髪がなくて、あとはヒゲがあるっていう人でしょ。三角のパンツのやつを探そうか。それが分かりやすいかな。まあ、奥にもたくさんいますからね。違う。まあ、それと同時にいろいろ探しておきたいか。三角パンツの人、なんだっけ、もう。意外と広い。うわ、めっちゃいる。すごっ。チン。触ると反応があるのもアクティブでいいですね。なんだろう、こうやって人も隠れたりするので、ついでに探してるものとか見つからないか。おや、オレンジの瓶。あった。よかった。あとは、めぼしいものないか。お、あ、いた。ほんとわかんねえな。ちっちゃいね。あとは、お、これもしかして、卵か。あれ、でも、違うか。なんかお米粒みたいなのあって、あ、これじゃん。これ、でも、同じですかと言って、はい、同じですって言えるかな。すげえシビアな気がするけど。お米粒見つけた。あとは、恐竜の像とかは見つけやすそうだな。あ、こいつ、もしかして。その貧弱すぎる手足が見えないのはちょっとずるいなと思うんですが、まあとりあえずいいです。認めてあげましょう。あ、カメレオンちゃんだ。このマップでは見つかった。くっそ悔しいな。あとは謎のチョコが多すぎ。あ、これだ。オッケー。あとはね、恐竜の像とか多分見つけやすいよな。でね、メインのおじさんどこにいるんだろう、本当に。まあ、チラッとしか見えてない時とかあるんで、
あまり下の画像ばかり信じすぎない方がいいんですが、あ、ちょっと待って、これは木の実だよね。うん、OK、見つけた。はい、すいません、あらゆるものをね探したんだがなかなか見つからなかったんで、次行こうかと思ったんですが、ちょっとさ、終わり際にたまたま1個見つけたのがあったわなるほど、おじさん意外と難しいな。人がいるような場所あったけどやっぱ見つかんねえ。なんか最後に忘れ型に恐竜のやつ見つかんないかな。てかあれは彫像だと思ってたけど普通の恐竜かな。いやでも誰か掘ったやつっぽいよな。なんかまぐれで見つかったりしないかな。普通にここら辺に隠れてそうですよね、うん、四角い、あ、これじゃね、違うかえ、出てこないよ出てくるのはずるい。さすがにオブジェクトそこまで変化しないよね。うん、隠れてはいないだろうし、よし決めた、次行きましょう。じゃあ行きます。はい、押して、まあどんなゲームかは分かっていただいたと思うんで、次のところさらっと言ってマップエディターを少し見て今日は終わりにしましょうか。古代の温泉です。はい、調べるもの増えてきたな。で、僕、なんかこの左下のね、一段から左のなんか紫のやつとかあるから、そういうのって必須級なのかなと思ったけど、別にそういうこともないみたいです。まあ、単純にカラーがそうなってるだけ、みたいな。じゃあ、ここまで多いと何がなんだかわからないんですが、ね、まあ、わかりやすく一つ一つ探していくのがいいのかなと思ってる。ターゲッティングができないよね、ここまで対象多すぎると、まあ、そう思うと恐竜から探すのが悪くないのかなと思う。今日カメレオンもターゲット対象か。しかしあんな奇抜なカラーの、お、こいつじゃね、あ、でも髪が、そっか、縦髪が違うのか、うん、縦髪が丸型になってる襟巻きとかで、そんなみんな同じだろうって感じなんだけど、特殊な個体なんでしょう。あ、いたいたいた。そういうわけか。あー。よし。これはやばいぞ。このステージのノルマぐらいは頑張ってやってみるか。花とかでもいいんですか？動物とかいないなと。やべえ、何が何だかって感じだな。人とかもやってもいいのか。ちょっと見つけられるだけとは思ってるんだけど、いやでも難易度はこのゲームありますわ本当に。すげえ情報量多いよな、うん、いやどうしようかな。このステージである程度の結果残してチャレンジモードを見せて終わろうと思ったんだけど、なかなか手強そうなので、よし、決めた。今日はここで一旦終わります。タイトルに戻りますよ。で、やっぱりパート1にぶち込んでおきたいなと思うんですけど、作成をどうやってやるのか、ちょっと見ておきましょうか。はい、新しいマップ。まあ、いろんなマップチップがあるんだよなぁと思ってるんですけど、ここも情報量が多いな。まあ、時代を変更できます。古代の動物園。うん。よし。これで、逃げないでください。そう。ん？こうで、なんか今、あんま変えられないのかな、まず。ん？操作は、あ、こっちやん。あったあった。これ DLC に含まれてるから、例えばこうやれば、あ、これがセーブ域かな、まあ、出てきてはいないんだけど。イエスさん。はぁ。果てしねえな、いえ。果てしないな。あ、めっちゃある。これかなりガチなのできるね。サロン。へぇー。
わで、まあ、人出してアイテム代とかでしょう。あーやばいな。あこれ見るとでも各個々の名前見れるんだ。へー。でターゲットを作成とかね。ターゲットを作成しますか。はい。あヒントか。ヒントとかできるんだ。へー。とまあこんなモードもついております。今日は特にセーブシーンに戻りますが、かなりガチだね。これ本当に制作者向けのやつそのままぶち込んでやるんだな。へえ。はい、普通にタイトルに戻ってきまして、オンラインっていうのをすると、オンライン接続、作ったやつ遊べんのかな？オンラインマップだ。へえ。もう公開されてます。お、めっちゃあるね。すごい。で、正答率がないんだ。まあ、これはマリオメーカーとかみたいなもんか。一つ読み込んでみますよ。一番上のやつ。そっか、もう作ってる人たくさんいるんだな。読み込みもすごい、すごい読み込んでますね。はい、来ました。というわけで、あ、すげえ本格的なマップ。へぇ。頑張って探してくれって感じか。というわけでオンラインでね出す人はそんなにたくさんいるので、まあマップは半永久的と言ってしまうと違うかもしれませんが、結構遊べますよねこれも含めるとね。よし、こんなもんですかね。それじゃあまあ紹介としては、まあ本当に、ね、もう常にやっぱこうやって探しまくるゲームではありますので、まあガンガン探してみてください。まあなかなかこういうタイトルってそうだな、癖置きで遊べるのってもないかなと思うし、これらのゲームはねすごい工夫もされてますし、まあ、テイストもね緩やかなので楽しめる人は楽しめるかなと思います。でも正直これだけは言っておくんですが、かなりね精神力を使います。まあそういうね、もともとウォリを探せとかも戦いを小学生に挑んでくるようなものでしたから、まあ、それのね最大かなと思って、ちょっと懐かしい気持ちで遊んでみるのもいいんじゃないかなと思います。じゃああと1回ぐらい出そうかなと思いますが、今日は、ね、初回はねこれで終わりにしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。またよかったら見てください。さよなら。